こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人の男性が持つべきシャツは、 この3種類だけでいいというテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。まあ、僕自身ですね、シャツというアイテムが大好きなんですね。まあ、カジュアルの機会でシャツを着るとなるとちょっと堅苦しいかなと思う方も少なくないかなと思うんですが、まあ、シャツはですね、着るだけで適度にですね、綺麗めで大人っぽく見えるようなアイテムなので、まあ、大人の男性にとっては必ずですね、何枚か揃えておいてもらいたいような鉄板アイテムだと思ってるんですね。 まあどうしてもですね、僕たち大人世代になってくると、カジュアルすぎるものよりは少し綺麗さのあるようなものの方がバランスが良くコーディネートができるので、ぜひですね、大人の皆さんはもっと積極的にですね、シャツを活用しながらカジュアルギを楽しんでいただきたいなというふうに思っています。とは言っても、シャツもですね、いろんな選択肢がある中で、じゃあどれをいいのかわからないという方もですね、結構少なくないかなと思うので、今回はですね、僕の私物のシャツを3パターン持ってきて 見ましたので皆さんもぜひこちらを参考しながらですね今後のシャツ選びとというところをお楽しみいいただければなという,ふうに思っていますちなみにですけどもこのシャツというアイテムにもやっぱりトレンドというものがありまして今からですね5、6年前のシャツと今街で並んでるシャツというのはやっぱりいくつか違うポイントがあったりするんですねですのですでにシャツを持っている方でも今のですね雰囲気に合ったものに買い替えた方がより素敵に見えやすいかなと思うので、まあ、今回お伝えするポイントですとか色選びですとか シルエットですとかこうういいいいっったたととこころを参参考考ににししなながらすすする際の一つのつですね参考にしててだければ思まちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中期者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しては、僕がもう一つ展開しています、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、こちら動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなというふうに思っています。 それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的にシャツをですね、皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず一つ目ご紹介したいのはですね、今僕が着てるような、 バンドカラーシャツと呼ばれるようなものですね。まあ、シャツというものにもですね、様々なバリエーションがあるんですが、まあ、一つですね、注目していただきたい箇所があって、それが襟の形なんですね。実は、シャツの襟型って、ものすごくたくさんのバリエーションがあるんですね。まあ、例えばですね、シャツをオーダーしに行ったりするときなんかは、シャツの襟型の選択肢がたくさんあるわけなので、結構多くの男性が迷われるかなと思うんですが、結構ですね、綺麗めなスタイルのシャツだったら、 ワイドカラーだとか、あとはカットウェイと呼ばれるような 襟のですね、ここの開きが大きいものというのはですね、今から5、6年ぐらい前にはですね、結構街にはたくさんあったんですね。今でもですね、イタリア系のブランドだとか、あとセレクトショップのエディフィスとかだと、結構オリジナルでこういったちょっと綺麗めなシャツが売っていたりするんですが、そういった襟型もありますし、あとはですね、レギュラーカラーと呼ばれるようなですね、もう本当に通常の襟型のものもあったりする中で、まあ今僕が着てるですね、こういった襟元がスッキリとしたバンドカラーシャツ、 またはですね、スタンドカラーシャツとも呼んだりするんですけども、こういったものが、ここ数年はですね、トレンドになっているんですね。トレンドというのもですね、結構もう数年前からずっとこの流れがあって、今はですね、だいぶ定着してるかなと思います。ユニコロでも通常ラインで取り扱いがありますし、もちろんプラス A ですとか、ユニクロ U とかでも取り扱いがあるんですが、かなり浸透してきたかなと思うんですが、ただですね、まだまだ街で来てる方は、少数派だと思いますね。 圧倒的にボタンダウンシャツと呼ばれるような襟をですね、ボタンで固定するタイプのシャツ、これを着てる方がですね、すごく多いんですね。というのも、僕ら30代、40代世代っていうのは、アメカジをベースにしたファッションっていうところに馴染みがあるので、そういったボタンダウンシャツというのが目が慣れてるんですね。 ですので、結構慣れたものを買う方が多いので、未だにですね、ボタンダウンシャツが多かったりするんですが、まあ、その中で人との違いを出すにはですね、こういったスタンドカラーシャツ、バンドカラーシャツのような襟元がスッキリとしているものをですね、着てもらうと結構バランスがいいんじゃないのかなというふうに思っています。ただですね、最初はなかなか見慣れないと思うんですよね。 僕もですね、こういったシャツがちょっと流行り出した頃というのは、すごい違和感があったんですね。ですので、皆さんにもですね、こういったバンドカラーシャツを試す場合には、まずはですね、低価格帯で揃えていただくと、バランスがいいのかなというふうに思っています。まあ、先ほども名前出てきましたが、ユニコーでもですね、結構優れたバンドカラーシャツ、取り扱いがあるんですね。え僕が気に入ってきてるのはですね、両方ともプラス J のものなんですけども、すごくですね、シルエットも今っぽい、少しゆったりめのもので、 バランスがいいいんででですすねねそしてこう着るとです、ね、今っぽい雰囲気も漂うので、まあ、まずはユニクロからトライをしてみるのもいいかなと思います。今季のユニクロユニもありますし、通常のユニクロにもですね、こういったバンドカラーシャツがあるので、まずは低価格帯で目を鳴らせていただいて、 あ、いいなと思ったら、初めてそこで、ちょっとお金をかけて、良いものを買うと、すごくバランスがいいのかなというふうに思っています。まあ、ちなみにですね、僕が今着てるのは、今季のユナイテッドアローズのオリジナルのもので、生地ですね、これにトーマスメイソンというですね、まあ、結構生地ブランドとしては有名なブランドがあるんですが、そこのものを用いたシャツなんですけども、色の感じがすごく気に入っていまして、個人的にはですね、これは買って良かったと思うアイテムなんですね。まあ、ちょっととでですね、価格が上が上ることで生地の人 質感だだとととかかシルエットのののの特徴だとかデザインのちょっと違いいみたいなものが出てくるのでまずはユニクロみたいな価格帯でバンドカラーシャツを一度試してみるその後に気に入ったら価格帯を上げてみるというところを皆さんにお勧めしたいなというふうに思っていますまあいずれにしろですね結構使い勝手が良くてシャツ1枚で着ても適度にカジュアル感が漂いますし重ね着も良かったりするんですねまあさっきまで僕はこの上にジャケットを着ていたわけなんですが意外とですね綺麗めなコーディネートでジャ ジャケットとバンドカラーシャツみたいいなものものの合いますすで、ぜひですね、トライをしていただければなというふうに思っていますはい続いて2点目のシャツなんですが今僕が着ているようなストライプカラーですねまあこういったものもですね結構大人の男性には似合いやすいので是非トライをしていただきたいなというふうに思っています今僕が着ているのはおそらくですね1年ぐらい前に買った チャオパニックティピーのですね、シャツなんですが、このストライプの雰囲気が気に入っていて、時々着ていたりするんですね。まあ、シャツにはですね、いろんな色とか柄があるんですけども、実はですね、一番ベーシックと呼ばれるような白シャツって結構僕は難しいかなと思ってるんですね。それはなぜかというと、白シャツというとですね、 やっぱり頭の中にあるのがビジネスのイメージなんですね。ですので本当にプレーンな白シャツだとなかなかですね素敵に着こなすのが難しくてちょっと硬すぎる印象になるかなと思ってます。ですのでシャツを選ぶ際にはちょっとしたカジュアル感があった方が僕は使いやすいかなと思ってまして先ほどのバンドカラーシャツだと襟型にちょっとカジュアル感が漂うので使い勝手がいいかなと思いますしこちらのシャツに関してはストライプという柄自体に一つのアクセントがあるので シャツでもですね、そこまでかしこまりすぎないのかなというふうに思っています。で、最近のシャツのシルエットは、 ま、先ほどのものも見ていただいてわかるかなと思うんですが、やっぱりですね、身幅はちょっとたっぷりなんですね。ビジネス用のシャツというのは、やっぱりですね、体のラインを綺麗に見せたいので、ワイドタイトなものが今でも多かったりするんですが、カジュアルのシャツというのは少し身幅にゆとりがあって、肩もですね、やや落ちてるものが多かったりするんですが、そういった適度にゆるさとカジュアル感のあるシャツをですね、何枚か揃えておくとすごく便利かなと思うので、このようなストライプ柄のシャツもですね、ぜひ皆さんチェックをしていただければなというふうに思っています。 ちなみにですね、僕はこういったストライプ柄のシャツというのは単体で使うというよりは割とですね、重ね着の一部として使うことが多いんですね。というのもこの上にですね、重ね着をするとストライプの見える分量が減ってなおかつ着こなしの中に程よいアクセントになるので結構使い勝手がいいんですね。まあ、ここにですね、ちょっとアウターがあるのでこの上に羽織ってみたいと思います。 はい、ということで上に1枚羽織ってみました。どうでしょうかこんな形でですね、上に1枚羽織ることで、ストライプのバランスとしてはですね、 ここだけしか見えないんですね。ですので、インパクトもだいぶ抑えられますし、ここにですね、白無地を持ってくるよりは、程よくですね、着こなしのアクセントになるので、このような形で、重ね着のパーツとして使っていただくと、すごくバランスがいいかなというふうに思っています。今僕が着てるのはですね、ユニクロ U の今季のブルゾーンなんですが、こういった形で着丈が短いものも合いますし、他にはですね、ステンカラーコードとか、そういったものにもハマってくるので、ぜひ皆さんもですね、これから気温がどんどん寒くな なってきた時にこそですね重ね着の一部としてこのようなストライプシャツをですね楽しんでいただければなと思っていますはい続いてラスト3点目はですね今僕が着ているような ベージュのシャツなんですね。まあシャツの定番というとやっぱり色合いとしては白だとかブルーだとかあとは濃い色だとネイビーだとかブラックだとかこのあたりがですね定番的で結構持ってる方も多いかなと思うんですがまあ特にですね今のような秋だとか冬に関しては少しですね季節感を取り入れたような色があるとすごく便利かなというふうに思っています。まあ個人的にはですね今着てるようなベージュだとかあとはブラウン 関係のシャツなんかをですね何枚か持っているわけなんですがこういったものがあるとですね結構大人の男性にも似合いやすいですし人との違いも出しやすいので結構使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思っていますまあ、ちなみにですね今僕が着ているものは今季のグリーンレベルのものなんですが襟型に関してはレギュラーカラーですね 今日ご紹介したものは一番最初のものがバンドカラーシャツ二つ目のストライプシャツはやっぱりですねこれと同じようなレギュラーカラーシャツになってまして今ですね店頭で見かけるものは この2択が結構多いかなと思っています。まあ、ワイドカラーシャツとか、あとはカッタウェイみたいなものは、割とですね、タイトなシルエットのファッションに似合うので、最近のトレンド感とはですね、またちょっと違った方向性になっていまして、今のちょっとゆったりめのところで言うと、こういったレギュラーカラーのシャツというものがあると、結構便利なのかなというふうに思っています。これもですね、今から5、6年前というのは、あまりですね、レギュラーカラーのシャツって多くなかったんですね。 もちろんあるんですが、むしろ安い量販店で売られているようなシャツが レギュラーカラーのものが圧倒的に多くて、それ以外の割とですね、センスの良い,いお店ではあまりレギュラーカラーって多くはなかったんですが、ここ数年で一気にですね、このような襟型が増えたんですね。ですので、ファッションっていうのは緩やかに変化していくものなので、まあ、5年ぐらい前に買ったちょっといいシャツがあったとしても、それが今でも使えるかというと、なかなか微妙なところがあって、まあ、その時代にあったものをですね、ぜひ皆さんには選んでいただくと、今の雰囲気というのが出しやすいのかなというふうに思っています。 ちなみにですね、シャツはいろんなところで買えまして、例えばですね、最近だとユニクロ U のレギュラーカラーシャツ、これがすごく良かったんですね。毎日の動画でも解説をしましたが、こちらのですね、色合い、ピンクなんですけども、ピンクと言いながらもちょっとパープルっぽい色合いで、意外とですね、大人の男性にも似合いやすかったので、まあ、ベージュみたいなものだとか、ブラウンだとか、あとはこういった淡いピンク系だとか、ちょっと人とは違うようなカジュアル感のあるような色合いというところにも、ぜひ皆さんトライをしてください。 いただければなというふうに思っていますはいということで今回の動画では大人の男性に持っておいていただきたいシャツをですね皆さんに3つご紹介させていただきましたまあ、シャツにもですねいろんなバリエーションがありますがまあ、今回ご紹介させていただいた 三つを押さえておけば、まあ、十分なのかなというふうに思っています。注目する点はいくつかあるんですが、まずは襟型ですね。バンドカラーシャツですとか、レギュラーカラーシャツというところが、今の旬なデザインになっているというところ。そしてシルエットに関しては、タイトなものよりも、ややゆとりのあるものが、バランスがいいかなというふうに思っています。あとは、色とか柄に関しても、白が意外と難しかったりするので、少しカジュアル感になるような、柄だったらストライプをあえて選んでみるだとか、色に関しては、 ベージュだとかあとはブラウンだとかもしくは薄いピンクだとかこういったものを選んでもらうと人との違いが出しつつもですねトレンド感も漂うのでぜひ皆さんにもトライをしていただければなというふうに思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説したいなと思ってますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山旬のメンバーシップチャンネル